今日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。女性が輝く街は本当に輝ける街だと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあ私が今回は小池都知事を推薦させてもらったということで、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。お忙しい中、じゃあ質問をいろいろさせてもらいます。はいはい、じゃあこっちから、はいはい、キャスターから政治家への転身を決断したきっかけは何ですか？25年前ですから。ちょうどあの頃はね、東西の冷戦が終わってバブルが弾けて、弾けた時ね、イラク戦争があって、大きく激変しているところでね、まあ、ニュースを伝えるという大きな役割もあるけれども、私は一方でプレイヤーになりたいと思ったんですね。こう引き止める人ばっかりだったんですが、私はそういうのをやめろと言われたら余計やりたくなるタイプなので、じゃあやってみようと思ったわけです。海外での生活、まあ、経験が豊富な小池都知事ですが、こうした経験が小池都知事の人生にどのような影響を及ぼしたのか、また困難に直面した時どのように乗り越えられているのか。例えば私は中東にありましたけれども、平和の、ね、大切さっていうのをよく教えてくれます。まあ、私はね、カイロ大学というところに留学しまして、いろんな国から留学生が来ていて、そういう留学生と一緒に例えばパレスチナ問題などいろいろ直接ね話を聞いて、生きた国際政治を勉強しましたね。ですからそうやって海外に行くことによって何を見るかって言ったら日本を見るんですね。という意味でとてもいい私は経験をいたしました。滝川さんから見た私小池百合子の魅力とは。はい、やっぱり女性ならではの視点といいますか、やっぱりそういったこうしなやかさ、柔軟性というものをやっぱり持ってらっしゃって、そしてかつそこを行動として実行されるっていう、この突き抜けたこうぶれないところをこの2つをお持ちでらっしゃるなっていう、またファッションとかもその女性らしい部分は必ず死守してらっしゃるというか、そこはでもあってすごく大事なことだと思っていて、はい、そこを体現されてるなっていうふうに、はい、まあね、21世紀女性の時代だと思ってます。で、女性が輝く街は本当に輝ける街だと思ってますので、滝川さんも東京都としても、ワンちゃん猫ちゃんの殺処分ゼロ目指して、そうなんですよね、接点はまずそこにあって、今2020というものは目標はできて、そこでゼロを目指してますけれども、東京都として今そこに前倒しでもうゼロに近づけたいって都知事もおっしゃってましたけども、それも実際として動きとして実感は感じられますか？感じますね。いや、むしろ2019年オリンピック・パラリンピックの年より前に可能になるように、今啓発活動であり、それからそういったペットを大切にするためのセンターをですね、作ることにしまして、ティアハイム、はいはい、本当ですか、はい、という形で、はいはい、進めるようにしています。女性政治家のフロントランナーとして活躍されてきていらっしゃって、女性がこのように政治の世界で活躍する世界中でありますけれども、日本でも多くなってきていること、これについてどう思われますか？いや、まだまだ少ない自分も政治に関わらなくちゃいけないと思い出した、女性が増えたということはもう、少しは貢献してるかなと思いますね。それご自身で開催されてる小池塾でも感じられる、すごい女性いっぱいいらっしゃいます。もうその力でね、東京を変えていきたいと思いますね、女性の力で。